フィリップ・グリゴリー・ハンバーは、アメリカ合衆国、テキサス州、中道チェス軍中道チェス出身の元プロ野球選手。右藤右打ち。2001年、MLB ドラフト29巡目で、ニューヨークヤンキースから指名を受けるが、入団せずに、ライス大学へ進学した。2004年、MLB ドラフト1巡目で、ニューヨークメッツから指名され、プロ入り。2006年9月24日の、 ワシントンナショナルズ戦でメジャーデビューした。ミネソタツインズ時代2008年2月2日に、ヨハン・サン・タナとのトレードで、デオリス、ゲラ、ケビン・マルベー、カルロス・ゴメスと共にミネソタツインズへ移籍した。2009年12月15日にカンザス式ロイヤルズとマイナー契約を結んだ。2010年8月25日のデトロイト・タイガース戦でメジャー初勝利を記録した。 2011年にシカゴホワイトソックスへ移籍すると先発に転向し9勝9敗防御率3.75と自己最高の成績を挙げる2012年4月21日のシアトルマリナーズ戦で MLB 史上21人目の完全試合を達成した9回にシフルカウントからの最後の球はワンバウンドでそれたが打者のハーフスイングが認められ空振り三振で 試合終了。しかし、その後は不審で防御率6点台に終わった。ヒューストンアストロズ時代2012年11月30日にウェーバーでヒューストンアストロズへ移籍した。それと同時に1年80万ドルで契約延長した。2013年は開幕から先発ローテーション入りするも5月11日のテキサスレンジャーズ戦で敗戦投手となり、 一生もできず0勝8敗、防御率9.59という結果に終わり、翌12日にリーフとなる。その後は、参加のトリプル A 級オクラホマシティレッドホークスで、プレー後、ウェズリー・ライトがタンパベイ・レイズへ移籍したことに伴い、再びアストロズと契約。11月4日、アストロズは300万ドルという2014年度の契約を破棄し、 50万ドルの医薬金を払ってハンバーを再び放出した。2013年11月2日にオークランドアスレチックスとマイナー契約を結んだ。スプリングトレーニングには招待選手として出場する。2014年は参加の AA、A、級サクラメントリバーキャッツでプレーした。この年はメジャーでは登板することはなかった。オフに FA となった。 2014年12月7日、韓国のキアタイガースと契約した。2015年7月20日に、成績不振でウェーバー工事され退団した。2015年12月10日にサンディエゴパドレスとマイナー契約を結んだ。オフはドミニカ共和国のウィンターリーグでプレー。スプリングトレーニング中の2016年3月29日に現役引退が発表された。ありがとうございます。